今日はカレー会です。はい、おはようございます。ということでね、今回はね、いろいろとリクエストをいただいていたカレー会でございます。ちょっとね、野菜の皮も剥くのめんどくさいんで、皮ごと全部煮込んでやろうかと思っております。一応ね、材料が玉ねぎ、人参、じゃがいもで、あと今日は鶏肉を買ってきました。なんでチキンカレーですねを作っていきたいと思います。そしたらまずね、じゃがいもと人参をそのままね、洗っていきたいと思います。人参多いな。そしたら今ね、具材の方をあらかた切り終わったんで、炒めていきたいと思います。今火の方を少し入れたんで、あとはお水を入れてアクを取っていきたいと思います。そしたら今具材もだいたい煮込み終わりましたんで、ルーをね、投入していきたいと思います。めっちゃうまそうな匂いがする。そしたら今一通りね、カレーの方が煮込み終わりましたんで、あとは盛り付けていきたいと思います。その前にね、今若干味見したら薄いっちゅうか、コクがね少し少ない気がしたんで、ソースをねちょっと入れていきたいと思います。今ね、うわ、こもっちゃ、こんな感じで出来上がりました。で、ちょっとね、これだと寂しいんで、上にチーズをかけてね、炙っていきたいと思います。そしたら今ね、料理の方完成しましたんで、向こうの部屋に持ってって食べていきたいと思います。そしたら今こんな感じでカレーが完成しましたので、食べていきたいと思います。いや、てかチーズかけてるから画面真っ白になっちゃってるな。まあいっか、いただきます。やっとですよ。やっとカレーを食べれます。よいしょ。これ うまそう。いただきます。一撃でついた。カレーうま。久々に食ったけど、めっちゃやっぱカレーってうまいな。
うん、よいしょ。うまっ。一応見栄え的に、まあチーズは乗っけたんだけどね、ソースとかも入ってるし、コクはあるからね、全然チーズなくても十分美味しい。なんか外で食べる、まあお店のカレーとかもさ、すごい美味しいんだけど、こうやって家のカレーってなんか独特にうまいよね。うん、何よりもカレールー万歳って感じ。絶対自分じゃこんなん作れないもん。うん、今日は付け合わせにね、らっきょう。うん、でもやっぱり作り方はそんな変わんないと思うんだけど、やっぱ家の味っていうか、お袋の味っていうか、母親のカレーの方が自分で作ったよりうまいな。うん。実家にいるときはカレーがさ、大好きで、ご飯はこんななかったけど、ルーだけでも一鍋ぐらい食っちゃう勢いで食ってたわ。うん。うん、今回の野菜とかさ、皮むかずに作ったんだけど、やっぱね、しっかり煮込んだ分、具材はホクホクしてて、皮はね、パリッとしてて、食感がすごい楽しい。うん、皮付きの方が好きかもな。やばい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 、チーズ、あ。あと前々からなんかコメントでいただいてたんだけど、嫁さんと一緒に住んでんのみたいな、家にいる気配がないけどみたいなことをまあ言われてたんですけど、もちろん一緒に住んでます。うん、まあね、撮影中とかはこうほらキッチン変えたりとかさ、一人でベラベラ喋ってんのは迷惑だから、一応ね、仕事を行ってる最中にね、こういうのは撮ってますね。うん。うん。やっぱり、前回コメント欄で、料理のリクエストっていうかさ、案を募集した時に、カレーがダントツだったかな。やっぱみんなカレー好きな人多いよね。うん。でも最近さ、外で撮ってる大食いの YouTuber の方も結構なんかあの、家とかでさ、撮ってる方が増えたじゃん。もともと外で撮ってるだけの人も。ああいうのってなんかすごい新鮮だね。見ちゃう。まあ僕なんかはその人たちと普通に外で会ったりはしてるから、どういう人かわかるんだけど、なんかね、やっぱり、それでもやっぱり見ちゃうかな。そろそろドリンクを。今日はお休みなんでね。こっちで。いいえ。次、卵かけご飯作ろう、大きいやつ。食べたい。普段僕辛いもんが好きですけど、基本家カレーはもう中辛、まあ甘口でもいいぐらい。うん。あ、お腹いっぱい。うん。この感じだとあともう1キロもないかな。もうすぐ。もうすぐって思うと、一気に満腹感がね、ぶち上がるんだよね。うん。お腹いっぱいだよ。いっぱいだよ。うん。ごちそうさまでした。いや、久々の家カレーよかったね。まあなんだかんだこうやって家で食うのがうまい料理ってさ、自分で作るとやっぱめっちゃうまいよね。煮込む時間が長かった分ね、アクなんかも綺麗に取れたから、すごく美味しく作れたと思います。いや、美味しかった。はい、ということで、
本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。